体は緩急剣守りで使えばノーデメリット説。新カード緩急剣は残す武力7知力武器アイシップを持つ剣豪で、計略は指揮官の拠点設置、武力が使うと機械に溜まる高音ゲージが敵のものになる。拠点がしてくれる弓攻撃にもちゃんと高上ゲージ減少効果があるし、自陣手前側ではそもそも高音ゲージが上昇しない。高サイドの指揮官だから緩急剣に関しては守りでの使用もありと感じたので紹介するよ。こんなこともあるでしょう。違うんだ、私は。こんなはずでは。お助けいただきありがとうございます。出て大丈夫。見切った。気合を入れて。見切った。発動一の型。食らいつけよ。戦人よ、爪を立て、牙を剥き、攻めかかれ。食らいつけ。回復を頼む。人を信じれば痛い目を見る。茜は鉄価値が高いから、今回追加された宝石の知力戦闘装備と相性が良い。個人的に使い勝手が良くなったと感じるカード。皆さん食らいつけ。早く尽きたか。食らいつけ。復活。出て大丈夫か。食らいつけ。こんなこともあるでしょう。流派発動。三の方。致命的な垂れ損ね。ちなみに技巧は知力依存が 2.1 と高く、知力足すに装備と知力流派で53カウントまで伸ばすことが可能。初期ステータス厳正は勇者が行う一番最初の仕事ですからね。見切った。こんなはずでは。お助けいただきありがとうございます。気合い入れて。覚醒せよ。今に至る覚悟、わずかでも燃え残すな。戦機開放。
私は烈戦の猛将環球剣様が相手してやるわ。流派発動三の型皆さん食らいつけ。戦人よ爪を立て牙を向き攻めかかれ。ここ反逆血損ねたの地味にヤバくない。ビリビリまで粘る場面でもないから普通に早めに言ってよかったね。天気解放お助けいただき出て大丈夫ありがとうございます。流派発動一の方人を信じれば痛い目を見る。違うんだ準備は整っていますよ。兵を御せぬか。我が名を恐れよ。万策つけた。気合を入れて。やられるものか。点が消滅してからも現在かかってる強化効果は一定時間残る。当然効果がかかっている部隊のデメリットも残るので注意。それではご視聴ありがとうございました。